つまんなかった、退屈だった、平凡だった日常、粉々に崩れて、それは突然始まった。一つすら持たなかった僕らは、しばらくの間ずっとすれ違いを続ける。ほんの少しその指先触れただけで、ドミノ倒しは止まらない。憂鬱ですか、憂鬱ですね、背負うものは違うけれど、ここで慰め合いましょう。それは今現在日本に。